佐々木小次郎との巌流島の決闘で知られ、ドラマや小説などでも幾度となく描かれてきた国民的人気を誇る剣聖宮本武蔵。その武蔵が井上寿のオリジナル脚本で今蘇る。井上さんの武蔵って何が来るんだろうなと。心の問題、心の問題。演出を務めるのは蜷川幸雄。数々の名作を生み出した日本最高の演出家が 若き才能たちと武蔵に挑む。ああ、この連中はちゃんと勉強してきてるな。上手くなったね。上手くなった。小栗は達也にライバル意識があるし、お互いに負けたくないと思ってるんで、違いないね。俳優の人格を破壊し、役柄へと再構築するかのような厳しい演出家と、それに応える俳優たち。演劇的な純粋さでもって彼は仕事してくるから、それをこう千本ノックだって言いながら 鍛えるためにあれば遠慮ないからいいかな。巨匠蜷川幸雄と才能あふれる3人の若者たち、この全員が集結することはもう二度とないと言われた奇跡の作品「武蔵」に隠された真実をカメラは追った。武蔵激動の123日間の舞台裏。 井上が台本の最初に書いたシーン、それは一般的に知られている武蔵の物語ではクライマックスである巌流島の決闘。しかしこの後の展開を読むにはもう少し時間が必要となる。制作発表からおよそ3週間後、稽古場に台本はまだ届いていなかった。分かっているのは巌流島の決闘が終わった後6年後の物語というだけ。 稽古はもっぱら盾と所作という基本的なことのみ。まあ本が来てないので、まだ今こういうことしかやることがないので、でもまあみんな一緒にゼロからのスタートって感じでいいで面白いです。藤原竜也と小栗旬、共に1982年生まれの同い年。これまで数多くの作品で蜷川に鍛えられてきた。 仲良くしようよ。初日まであと1ヶ月、まだ大きな焦りはないようだ。この日はマスコミ各社による取材に、質問の多くは彼らと蜷川との関係性について。2月4日、舞台初日まで一月を切った。 それまで立ち回りの稽古ばかりを繰り返してきたが、ようやく物語の前半部分の台本が届いた。初めての本読みを前に蜷川から全員にその決意が伝えられた。ドラマさんが俺は初日明ける、これはっきり明ける、達也は俺に一括でやってりゃいいんでしょ、小栗4日。 もうそれだけきちっと決めながら、どんなことがあっても開けようって気持ちで、ダメだったら謝っちゃう。やるってことをやるって決めた時から、初日は絶対開けようと思う。それは決めてた。どんなこともっても開けようと。で、ダメだったらできたところまでやって、残りの部分が、例えば 20分 足りなかったとしたら3000円ぐらい返してほしいって思ってたわけだ。でも俺は開けるよって。で、その後のことは後日ね、いろいろ考えりゃいいやと。で、そのことが実は井上さんの作業をやる時の大事な覚悟なんだよね。それを乗り越えない限りぐらつくからできない。これだけはっきり決めた。だから俳優たちにも、その誰かが揺らぐと、そういう空気ってこう広がっていくんですよね。 そうすると頼りないとか不満が出たり、それから何々できないとか、もっと台本が早く上がったら俺たちはもっといい演技ができるんだって、そういうふうになってくるんだけど、現実はそんなことないよ。一日ありゃいい演技はいい演技ですよ。でそこに行きたいと思った。今回井上寿が描いたのは巌流島の決闘から6年後の物語。
小次郎にとどめを刺さずに帰ってきた武蔵はとある禅寺で静かに暮らしていた。そこに武蔵への復讐に燃える小次郎が訪れ、再び決闘を申し込むが、周囲の者に諭され奇妙な共同生活が始まる。武蔵おなじみの登場人物たちも実力派の俳優たちと共に登場し、物語に花を添える。2月14日初日まであと2週間、数枚ずつ送られてきていた台本が再び滞った。この日気分転換を兼ねて稽古の合間に鎌倉を訪れた。訪れたのは鎌倉建長寺。禅にゆかりの深い武蔵に習い、今回は座禅を体験する。落ち着きますね。遅いよ。心が良くなる。落ち着く。でも遅いよ。鎌倉面白かったね。面白かったね。なんかね、本当に遠足だったよね。うん、大勢での来客にも笑顔で出迎える井上久志。ここで井上の頭の中にだけある壮大な物語のテーマが語られた。いやいや、こうあの生きてるうちは命の大事さがよく分からずに、簡単に死んでしまった人たちが、その死んでみると、あ、もう二度とあの輝いていた生というのはもう戻ってこないっていうのは、それを何とかして解こうとしてるんですね。で、それを聞いてもらわないと成仏できないところへ、日本最大の剣豪が2人ベーンと来ちゃったんで、みんながもう大仕掛けの芝居で2人にその生きてることの大事さを教えるために仕組んでいるあれなんだね。やばいね、すごい話。